はい、皆さんこんにちは、青い作業服の桃猫です。今日はですね、何をするかと言いますと、このちょっとね荒れ果てたラクーンの中ですけどね、キャンピングカーラクーンの中、この中ね、カメラとか無線機とか、それからドローンとかですね、ドローンも11機ぐらい積んであるんですよね。でかなりぐっちゃぐちゃの状態に今なってるんですけど、でもね、妻とこの車でね、いろんなとこに遊び行ってたんですけど、今はちょっと自粛中で、全然外に出れてない状況です。で今日はね、ちょっとラクーンの中からこちらのレビューをしようかなと思ってます。これはですね、ヘホムのアイステディ X っていう、スマホ用のジンバルです。これね、今 YouTuber さんがなんかね、メーカー提供で皆さんレビューされてるものなんですけど、自腹レビューということで、早速ね買ってみました。で開けてみます。もう先ほどちょっとね一回開けてみたんですよ、っていうのがね、設定とかをね先にやってみてました。はい、開けるとこんな感じでね、中に本体と、それからミニ三脚と、これ軽いんですよね、USB Type-C の充電ケーブル、それからこの底の方に巾着袋と、これ取説が入ってます。まあ、こういうジンバル系はですね、何個も実はね持ってるんですけど、まあ一番今気に入って使ってるジンバルはこちらですね。これはフェイユーテックの Vlog ポケットっていう、すごい小型の、スマホ用ジンバルです。こちらにもね、こうミニ三脚ついてます。でこれ外すとね、ほんとコンパクトでね、これ使いやすいんですよね。機能があまりないんでね、もうこのトリガーボタンを押してこう角度変えたりとかですね、あとこっちに録画ボタンがあるぐらいでね、であとはアプリの方でタイムラプスとかそういう撮影ができるようになってます。でこれね本当に気に入ってるんですけど、質感もねすごく良くていいんですけど、でもねちょっと今回なんかねこれを買ってしまいました。大きさ比べてみるとどうかというと、ほとんど重さも変わらないんですけど、若干こっちの方がね軽いです。で大きさ高さはねこっちの方がねかなり低くて、こっちちょっと高くて細長い感じになってます。だから筒状のものにこう入れるとか、なんかバッグの底に入れるとかっていうのはいいかなと思うんですけど、でもこっちもねかなりちっちゃいんで、収納にはね全く不自由しないと思います。でこれ本当にね気に入って、もう今ねこればっかり使ってました。ただこれになんで不満があったかというと、ちょっとペイロードがですね少ないんですよね。だから普段ね最近 iPhone で撮影をすることが多いんですけど、これは7 Plus ですけど、 iPhone 11 Pro Max にこうこれをしてですね、ここにこれよりもっと重たいワイドレンズアダプターをつけて、でそしてさらにねここにこういうマイクを取り付けるとどうなるかというと、重くてですね、若干ビビったりすることがあるんで、今回のねこのホヘムの、X なんですかね、アイステディ X っていうのはちょっとペイロードがねこちらに比べると 40g ぐらいあるんで大丈夫かなというので、ちょっと気になって購入してしまいました。はい、今ほんとジンバルちっちゃくていいですよね。これここをね緩めて起こすだけですね。であと、このままで移動するときはこうロックがね、一応ここでこうロックできるようにはなってますけど、あんまり使うことはないかなとね。この回転方向も全部こうロックするとこんな感じでね、がっちり固められます。そしてまあ
あとね、使う前はね、ここにこれ、全部ロックをほどいて、ここに、ここね、カメラの向きが書いてありますので、この方向ですね、こっちが下ですね。でここにこうカメラを、取り付けると、そして、ここ電源スイッチを長押しするとスイッチ入ります。でこの状態でもうね、アプリ起動して撮影できるんですけど、結構ね動きいいですよね。それとこっちはね、 Vlog ポケットと違ってジョイスティックがこうついてるんで、自由にこう動かすことができます。そして、こちらのズームスイッチもあるんで、これでカメラのズームとかも、することができます。ただ私はですね、単機能のもうこれで、十分だったんで、そんなにジョイスティックが欲しいなとかいうことはなかったんですけど、まああるに越したことはありませんね。で質感を比べてみると、断然こっちの、Vlog ポケットの方がいい感じがします。そしてこの三脚ですけど、三脚が、すっごく軽くていいんですけど、若干なんか弱いかなって感じがします。これをつけてると、こうなんかね、これふにょふにょするような感じがしてますけどね。ちょっと風が吹くとね、これ倒れるんじゃないかなと。これ安定がねあんまり良くないです、三脚自体のね。まあ使えないわけじゃないんですけど、でこうしてもね倒れるわけじゃないんですけど、安定があまり良くないです。はい、そしてねこっちつけてみると、こっちのね三脚は結構しっかりしてて剛性もあるんで、なんかねこれびくともしない感じなんですよね、これはね。だから、Vlog ポケットの方がなんか質感はいいかなって感じです。で、ホヘムの、アイステ DX は、とにかくもう軽くできるところは何でも削って軽くしたのかなって感じのね、このちょっとブラブラ感があります。でもねこれ本当この機能で、まあ、値段も安いですしね、から、本当すごいいいものだなと思います。で以前はですね、ジンバルって言ったらこれですね、これも、フェイユーテックの、ジンバルなんですけど、以前はね一眼レフで、EOS R とか 1DX とかね、いろいろこれに取り付けてね、写すことがあったんですけど、まあねすごい重たいです。それとあと、ビデオカメラですね、 3D のビデオカメラをこれに載せてね、ぶらさないでね撮影するっていうのもやってましたけど、ほんとこれ疲れるんですけど、その後にねこれの後に買ったのがなんとね、これです。こちらのオズモポケットですよね。劇的にちっちゃくなった、ジンバルのカメラですけどね、これ結構写りも良くてね、ほんといいカメラだなと思います。でも最近は、iPhone 11 Pro Max を買ってからはもうちょっとね、何でも写せるかなっていうので、こっちのスマホジンバルに、iPhone 11 Max をつけるっていうことがすごく多くなりました。で今撮影してるカメラも実は iPhone 11 Max Pro Max ですね、それで撮影してます。だからちょっとこれに取り付けるってことができませんでした。はい、でも本当ねこんなコンパクトになってジンバル撮影楽しいですよね。はい、アプリのことをね全然話してなかったんで、このホヘムの、アイステ DX を使う時にはまず一番最初しないといけないことが、アプリのダウンロードですね。ホヘムプロっていう、アプリをダウンロードして、でそのままじゃ使えないんですよね。その、アプリを、アクティベートっていうことをして、ね、やらないといけないんで、その時に登録作業で電話番号とあと、パスワードを適当に決めて認証するんですけど、その時に、スマホの電話番号を入れて、最初に日本だとね
あの日本っていうとこを選ぶと81番っていう番号が出てきますので、その後に続けて携帯の番号を打つと、SMS で、認証番号が送ってくるんですけど、その操作をして登録してやるとアプリが使えるようになって、アプリの中で、このジンバルを探すっていうボタンがあるんで、ジンバルを探してやると Bluetooth 接続とかを全部してくれて、初めてこれがね使えるようになって、でその作業が終わるともうね、あのそのアプリなくてもこのスイッチを入れれば、これ普通にジンバルとしてね使えるように、今これねアプリ入ってないで電源も切ってあるんですけど、こういう風にあの普通に使えるようになります。だから SNS 認証っていうのを SMS ですかね、あのショートメールの、認証してやらないと使えないっていうのが一つね、どうしてなのかなっていう疑問です。で私も最初その認証やってたんですけど、なかなかメールが来なくて、もうできなくて、どうしたらいいんかなと思って、ちょっとあの、自分の、ショートメールの設定を見たらですね、海外からの、メールを拒否するっていう設定があったんで、それにあの今までチェックを入れてたので、これのね、認証のメッセージが送られてこなかったんで、そこの、海外からの、メールをね拒否しないっていう設定にしてやったら、すぐにあのメールが届いて登録することができました。それで、このようにね使えるようになりました。なかなかいいですね。でもねちっちゃくて、これねどうやってやってたかというとね、これ今ね片側だけにつけてるんで、すごいバランス悪いんですけど、それでもモーターのパワーがあるんでね、なんか全然ビクともしない状態です。でこれでこの状態でね、まああの電気ちょっとねバッテリーを食うかなとは思うんですけど、こうしてこれをねまたつけてみようかと思います。はい、あんまりやったらいけないかもしれないんですけど、こうして今ね一瞬ピッて言ったのはね、あのバランスが悪いっていうのでね、あの警告音が鳴りました。で警告音何回か鳴ると切れるんですけど、これ今ね両側にこれつけても全然ビクともせず、あの本当ペイロードがね大きいですよね。 280g だったっけ、 40g だったっけ、結構これ重たいんですよね。ケースもついて、パーム、なんていうんだったっけ、リングもつけて、それからこのマイクも結構重たいんでね、でレンズもつけて、これでもねビクともしないです。なんかおかしくなると、こうここのね青いランプが赤色に変わって、もうあのモーターを保護するために電源が落ちるようになってます。だから結構いいですよね。はい、あとね質感ですけどね、これの質感、これがねなんかもっとツルツルでいい感じかなと思ったんですけど、これ触ってみるとね、なんか石膏でできてるんじゃないかって、なんかチョークみたいな、なんかザラザラしたね、触り心地です。はい、なんか触ってるとね黒ずみそうな気もするんですけど、まあこれはこれでまあいいのかな、今見慣れてないからそう感じるだけかなって思います。こうねどうしてもねフェイユテックさんのと比べてみると、なんかこっちはいいなって、あの質感いいなって思います。そしてねこちらの方にね擬滴のマークもね、このフェイユテックさんの入ってるんですけど、これはねどこに擬滴マークがあるのかな、どこに書いてあるのかちょっとね確認してないんですけど、見えるところにね擬滴マークがね書いてないんですよね。はい、でもまあどっかないかな、本当にね、本当見えるところにね書いとってほしいなっていうのはあるんですけど、あここにありますね、違うか、ここにもないですね。どこにあるんですかね擬滴マークはね。ちょっとまああの認証取れてないっていうことはねまずないと思いますのでね、はい、まあ、ちょっとまたねあのその辺は確認してみたいと思います。一旦終わっときます。ほんとね悩むとこですよねこの2つは。
はい、何回も終わりかけてまたね始まるんですけど、これの擬的どこに書いてあるのかね、ちょっと本体見てもね分かんなかったんですけど、この箱の方にね、ここに擬的番号とマークとね入ってました。ということでね、一応国内のね、電波法には抵触しないということでね、安心して使えるんじゃないかなと思います。はい、でも本当最近ね、このね擬的ってね、結構ね擬的パトロールする人もいるんでね、ちょっと気をつけないとね、動画アップする時なんか特に怖いなと思ってます。私はドローンとかもやってるんで、ドローンの関係でもね、やっぱり擬的に関してはねちょっと気を使うところがあります。それとあとね、5.6GB の FPV なんかもね、結構電波法に抵触することが多いんでね、はい、また今度ね5.6GB の、FPV のことについてねちょっと話してみたいなとも思いますけど、私自分で、改造してですね、アマチュア無線局の免許も受けた5.6GB の FPV のドローンもちょっと作ってますので、あと今度ね機会があればね、またそれも話したいなと思ってます。今ちょっとね機体が壊れてるんで、その修理動画なんか撮りながらね、また話そうかなと思います。ということで、ひとまず今日はねグタグタですけど、皆さんがね YouTuber 上手い方がね、皆さんこれ今回提供を受けてレビューされてますのでね、それを見られるといいんじゃないかなと思いますけど、これはこれでね、私の気になるところはこういうところとかね、この質感とかっていうのはありますけどね、はい、私が求めてたペイロードに関してはね、本当これ結構上がってるんで、思うような撮影ができるんじゃないかなと思って、ちょっとこっちね期待してます。はい、ということで、ジンバルの紹介、こちらが、ホフェムの、アイステディ、アイステディ X っていう風ですね。これはちょっと比較で出しました、フェイユーテックさんの、Vlog ポケットです。はい、どっちもちょっとお気に入りになりそうな感じです。それではまた。